こんにちは、インケンです。今回は競馬のデータを集めるっていうことで JRA バンデータラボを利用したいと思います。以前スクレーピングで競馬のデータを取ってくるってことをやったと思うんですが、スクレーピングだとホームページが変わっちゃったり対策されたりするとデータを取ってこれなくなっちゃうので、今回はこの有料のデータサービスを使ってみたいと思います。ちなみに1ヶ月無料のトライアルキットもあるみたいなので、気になった方は試してみてください。 JRA バンデータラボっていうのはデータのプラットフォームみたいなものなので、これを扱うためのソフトがいろんなのが出ています。今回は CSV 出力ができるターゲットフロンティア JV というソフトを使いたいと思います。こちらの赤枠のところですね、ダウンロードをしていきたいと思います。まずは会員登録を画面の指示に従ってやっていきます。ちなみにトライアルは動画の一番最初に出てたページから DVD を送ってもらうって形になるみたいです。なので今回はトライアルではなく正式に申し込みしています。申し込みが完了するとソフトがダウンロードできるようになるんで、ダウンロードしてインストールしていきます。ちなみに JRA バンデータのソフトは Windows 機のみ対応になってます。 Mac とかでは使えません。はい、インストールが完了してソフトを立ち上げたところですね。ではまず開催成績の CSV のダウンロードをしてみましょう。ここで成績データユーザー設定を選択すると自分で使いたい項目を選ぶことができます。ここで出力したい期間を選択します。はい、こんな感じで簡単に CSV が出力されました。次は機種データをダウンロードしてみましょう。機種データはこの一覧の一番下の出力を押すと CSV に出力っていう項目が出てきます。はい、こんな感じで、であとWin5 のデータも CSV で落とせるみたいなので最後に落としてみます。はい、こんな感じでデータが出力できました。はい、いかがだったでしょうか。やっぱり有料なだけあってスクレーピングとは違って簡単に CSV ダウンロードできますね。次回からはここで出力したデータを使ってちょっと予測とかをしてみたいと思います。それじゃあバイバイ。